岩田真嗣は、岐阜県岐阜市出身の元プロ野球選手、コーチ、宇藤左だ。東方校時代からドラフト候補として注目された。3年時の春、第76回戦抜高等学校野球大会に出場。初戦で、上本博則擁する高齢校に1の9で、関東勝利を収める。2回戦で、福森敦志と、 高橋勇進む要する再微校に0から1で、敗れた。夏は、愛知大会ベスト8で、同年の優勝校である、中京大中京校に敗れた。高校卒業後は、明治大学に進学、公式野球部に入部するも、選手層の厚さや、自身の怪我で、なかなか出場機会が与えられなかった。副首相となった4年春からは、 エースとして15試合中13試合に登板し、またヤシカオけの打撃でチームの8期ぶりの優勝に貢献した。春のリーグ戦優勝に伴い出場した全日本大学野球選手権大会でもエースとしてチームをベスト4まで進出させた。リーグ戦での打率360の打撃戦争を持ち先発した2回戦では 大会が DH 制を採用しているにもかかわらず投手でありながら7番バッターとして出場した。だが、準決勝の東海大学戦にて先発したチームメイトの救援に向かうも、東海大のモーダを浴びて一死も取れずに降板した。リーグ通算31試合に、登板、8勝2敗、防御率1.65を記録。2008年10月30日。 プロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから5位指名を受けて入団。2010年は怪我人が続出する2軍で防御率2.86と同3位のホイップ1.08と結果を残しウエスタンリーグ最高値と最優秀防御率のタイトルを獲得。1軍では6月9日の大楽天戦でリリーフとしてプロ入り初登板。7月19日の横浜戦で 初先発。7回に3王3アンダム失点と高騰し、プロ初勝利を挙げた。ポストシーズン期間は、ベネズエラのウィンターリーグへ派遣された。2011年は、開幕1軍を果たしたものの、5試合に先発して、勝ち星ゼロに終わった。2012年は、開幕2軍だったが、川上健進の腰痛による2軍落ちの入れ替わりで1、軍に昇格。 4月21日の広島戦で2年ぶりの勝利を挙げた。自己最高の20試合登板5勝5敗を記録し、先発ローテーションに欠かせない存在となった。2013年はオープン戦で不調に陥り、開幕1軍を逃すも2軍で結果を残し、4月25日に1軍に昇格。同日の阪神戦で先発し7回無失点で、今シーズン初勝利を挙げた。 だが、右肩痛に悩まされたこともあって、わずか5試合の登板に終わり、防御率も大幅に悪化。2015年オフには350万円減の1150万でサインした。2016年9月23日に現役引退を発表。翌24日の阪神戦に登板。これが引退試合となった。同年10月31日付で、 任意引退工事された。引退後は、中日の球団職員に転身し、編成担当となる。翌2017年10月16日に、二軍投手コーチへの就任が発表された。2018年12月22日、二軍投手コーチからヤクルト担当スコアラーへ、配置転換されたことを発表された。妻は料理研究家の鈴木アスナー。 2018年1月15日に第一子が誕生。平均球速約時速 137km、最速時速 145km の速球と、スライダー、カーブ、フォーク、シュートを投げ分け、特にスライダーは自身で、テレビゲームのように真横に曲がるんですと評し、井上祐介からも、ぐにゃりと横に曲がると評されている。一方で、ストレートの球に欠けるため、自身も、 大学時代から課題として挙げている。速球は、ほとんどの球が微妙に変化する、ツーシームファストボールである。フォークボールは、回転が少なく、ナックルボールのように変化するため、キャッチャーの谷茂も試合中に、取れない、と投げたほどである。自身も、投げた後もボールに効いてくれって感じと発言するなど、コントロールが非常に難しい。また、このボールについて、 山内相場は、マジカルフォークと命名している。2013年1月16日放送のテレビ、朝日系列、マツコアリシの怒り浸透で取り上げられた。打撃センスも高く、戦術のように DH 性がありながら7番打者で、起用されたこともある他プロでも2012年には3、イダを放っている。ありがとうございます。